皆さんこんにちは、ガスバナーです。今回はね、2月5日何の日だと思います？僕が YouTube の配信を始めて3年になるんですよ。ってことでね、今回は部屋紹介動画を、かなりね部屋変わったと思うんで見せたいと思います。まず左にあるのが壊れた扇風機とリュックと、まあちょっとゴミと、あ、これ可愛くないですか？これなんだっけな、売ってたんですよ、ポップアップストアというか、あれに。で、それで、で、ダルシムの格好をさせてるクマのぬいぐるみと、パソコンと、下にはクリーパーが死んでますね。で、左には、僕、剣道部だったんで、元、素振りっこつけてる、重しですね、重しつけてる、しないと、ちょっと名前あるからぐるっと変わって、筋トレ道具。で、コルセットあるんですけど、これあれなんですよね。僕もともと、腰痛ひどすぎて、椎間板ヘルニアと疲労骨折一歩手前まで行ったから、あれなんですよね。けどやめたから、で、次、布団がありまして、こっち側ね、映すとちょっと、いろいろね、学校のものとかがあるんで、映せないんですけど、すいません、寝起き30分です。で、ダルマイズゴットパーカー。で、着てるのは、大妖怪 T シャツ。で、こっちデスク周りの前に、これですね。あまりにもひどい。もう、なんだこの椅子は。3年間、もうずーっとあぐらかいてるから、ボロボロ下に落ちちゃうんですよね、破れてて。で、これはもともと枕だったものをクッションにして、で、下さらに行くと、はい、こちら僕が前まで使っていた、前の紹介の時に変わってたかな、ロジクールのキーボードなんですけど、水没しました。なのでもうつきませんよと。すいませんでした。で、机の上は、あ、その前に、こっちはポップアップストアで何円以上か買ったらもらえるやつ、ユニクロかどっかのやつであったやつ、同じやつ、大妖怪がローソンとコラボした時のやつ、で、予備のメガネ、腕時計、あ、これすごいんですよ、ロジクールの。何？イヤホン。これね、一回、何？一回、選択しちゃったんですよ。全然音質大丈夫。すごすぎロジクールで、以前配信でも見せたスーパーライト2 Pro X。で、こっちは普通のスーパーライトで、もう、あれなんですよね。マウスホイールが壊れちゃって使えなくなっちゃったんで、まあ、ありがとうね、と。で、続きまして、飲み終わったコーラで、あ、で、今飲むコーラで、こっちお財布とちょっと、こっちに行くと、まあオタクグッズですね。まあ見てもらえればわかるけど、トロロちゃんの、トロロちゃんの、本、スバルちゃんだったり、まあそういうオタク系のグッズがありまして、奥に行くとスイッチだったり、そういうね、まああれがいろいろとあるんですよ。あれだっけな、チョムチョムさんだっけな、が一回プリント OK にし、プリントで、ツイートしてて、それを、よっしゃー買いに行くぜーつって、無限にあるんですけど、で、それと、まあ、ステッカーと、キーホ、なんて言うんだこれ。アクリルスタンドみたいなやつ。で、ヤマハのオーディオインターフェース。ここでね、毎日僕イケボー出してるんで、もしよければ配信もお願いします。で、スイッチで遊ぶときの、アマゾンで買った安いコントローラー。で、一応マウスバンジー使ってるんですけど、もうほとんど機能してません。下ベタベタすぎて。ベタベタじゃない、サラサラすぎて。
終わってて、で、マイクはオーディオテクニカの2020ってやつですね。はい、以上です。で、CR ストア行った時のキーホルダー、で、プロ X のヘッドセットかな？これを、かれこれ2年ぐらい使ってるんですけど、で、イヤーパッド変えてるんですよね。なんか、冷却ジェルうんちゃらかんちゃらみたいなやつ。意外といいっす。音漏れもほとんどしなくなった。で、ロジクールのプロ X のキーボードを、ちょっと今パソコンの電源落としてるんでね。本当は壁紙見せたかったんですけど、なんか、僕のスマホの画質終わりすぎてこう、ウィーってなるんすよね。で、プロ X、スーパーライト2か、プロ X の。これね、いいっすね。で、そう、マウスパッドこれ。アーティザンシップオツ、これね、すごいのが、動かない、マジで。机が揺れちゃうから、あ、机が揺れるぐらいで、すごいんですよねーって話で、以上ですかね。はい。ということで、ガスバナの部屋紹介動画でした。ご視聴いただきありがとうございます。配信のほどもよろしくお願いいたします。では。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。この動画が気に入ってくだされば、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。では。